はい、今回は告知ということでですね、5月21日の土曜日のですね、夜10時からライブ配信をしてみようと思いますのでお時間、ご都合、疲れる方よかったら参加していただければと思いますのでよろしくお願いいたします皆様、いつもね、コンテンツを聞いていただいてとても感謝しておりますありがとうございます。 なかなかね、まあ、YouTube はまあ難しいんですけれど皆さんが聞いていただく、まあ、おかげで、まああのまあ、なんとかかんとかまあやれてるんで、えーまあまあ、ライブをえまあご希望される方がまあ何人かいらっしゃったんで、えー、まあちょっとえさせていただこうかなと思います、まあ、あの告知なんで、ねえー、あんまり長く話しませんが、まあ、ちょっとこんな言葉を、ねえー、まあ見つけたんで。 まああのまあ、これにちょっと沿ってっていうことでね、えーまあ、ちょっとお伝えしてみようかと思うんですけれども、まあえー、どういった、まあ、意図で、まあ、こういった言葉が、まあ、出てるのかわからないんですけど、まあ、その人間の、まあ、心理みたいな、ねえーまあ、話かもしれないんですが、まあ、例えば まあ段階を踏んでこういうようなことをえまあ言うとまあ言われる的な話なんですがまあこれが別にいいとか悪いとかそういった話ではなくね <laughs>、一般的に中学生になると小学生の頃はえよかったわという人がいると、で社会人になると学生の頃はえよかったわという人がいると。仕事を退職した後にですね 働いていた頃は良かったわという人がいると。 えーまあ、昔は楽しかったねっていう、まあ、そういうい話なのかもしれないんですけれども、まあえーまあ、皆さんと、まああのまあ、今を楽しめるように、まあねえーまあ、ちょっと言い方がうまくないんで申し訳ないんですけど、まあまあ、今がまあ一番楽しいと、まあ、そういうことをまあ思っていただけるような、えーまあ、そんな時間をちょっと目指して、えー、いろいろ調べて、えーまあ、コンテンツを、えーまあ、考えますので、えー、あの話す内容ね。で、まああの 何か、えーまあ、ご質問というか、何、えー、ていうんですかね、えー、ありましたらおっしゃっていただければ、えー、分かる、えー、ことであれば、えー、お答えさせていただきますので、えーまあ、そんな感じでね、えーまあ、もう一回最後に確認させていただくと、5月21日の土曜日かな、5月21日の土曜日の夜10時からライブ配信をしたいと思いますので、お時間ごつごつれた方は、えー、ぜひよろしくお願いいたします。 と、えー、いうことで、えーまあ、今回は告知ということで、ねえーまあ、皆さんと一緒に、えー、今を楽しむ時間を、えーまあ、過ごせればと思いますので、えーまあ、そんな感じで、えー、よろしくお願いいたします。